フェラーリ640はスクーデリアフェラーリが1989年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。ジョン・バーナードが設計した。1989年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーである640が名称として使われる場合が多いが、 フェラーリ F189 とも呼称される。1988年に開発されたテストカー639には F1 マシンで初めてとなるセミオートマチックトランスミッションが搭載されていた。1989年シーズンに向けて639に改良を施した実戦用マシンが640である。 この年から全車3.5リッター自然吸気エンジンとなり、フェラーリは5バルブ、バンク角65度の V12 エンジンを搭載した。高回転型エンジンの出力特性に合わせ、セミ AT は通常より多い7速仕様とされた。ステアリング裏に2枚のパドルがあり、右を引くとシフトアップ、左を引くとシフトダウンの電気信号が送られ、 油圧制御のトランスミッションが変速する機構だった。足元のクラッチペダルは発射時のみ使用する。セミ AT 化によりシフトノブやシフトリンケージが不要となり、モノコックは細長く設計された。斜めに突き出したノーズはカモノハシのくちばしに例えられ、前年のマーチ881と同じくノーズコーン仮面とアンダーパネルには段差があり、 若干ハイノーズ気味になった。フロントサスペンションには一般的なコイルスプリングではなくトーションバースプリングを採用。ダンパーをモノコック状に水平に配置しプッシュロッドをリンクした。リアサスペンションのショックユニットもギアボックス状に配置され側面を絞り込んだカウルデザインを可能とした。このサスペンションのレイアウトはメンテナンスやセッティングのためのアクセスが容易で。 その後多くのチームが模倣した。サイドポンツーンは、ジョン・バーナード独特のコークボトルラインを大型化した形状である。前輪サスペンションアーム付近の狭いインテークから始まり、横に大きく膨らんでから、リアに向けて絞り込まれた。このバイオリンのような局面に沿って、気流がリアエンドへ導かれた。ラジエーターは、通常よりも前寄りに移動し、コックピット脇に搭載された。 フェラーリ639エンジンカウルは639と同様に低く、ロールバーが露出し、ヘッドレストの左右両脇に、エンジン級憩用のエアインテークを設けていた。第4戦メキシコ GP 以降は、大型のエンジンカウルに代わり、ドライバーの頭上にインダクションポッドが設けられた。バーナードによれば、この変更は、当初の形式だと十分なラム圧が得られなかったため、 バーナードは、フェラーリ本社の製造加工技術に疑問を持っており、そのためモノコックは、いわゆるオス型成形の形で製造された。バーナード曰く、1986年の終わりに、マラネロを訪れた時、彼らは五軸の加工機械を持っていたが、まだ使い方がわからずに学習中だったという。テスト段階は、セミエーティの故障が、相次ぎ。 十分な走り込みが行えなかった。初レースとなる開幕戦ブラジル GP では、ナイジェル・マンセルが優勝したが、セミエティの信頼性がまだ不十分でしばしば、トラブルを起こし、延べ30戦の出走で18回のリタイアを喫した。バーナードによれば、実際に問題を抱えていたのはギアボックスではなく、オルタネーターで、オルタネーターからの電気が途絶えると、 ギアボックスにまず問題が起こる状態だった。この年からもともと前後ウィングのメインプレーンは硬いものだったが、翌端板もほぼ同じ高度のものになった。第2003マリの GP では、角度のきつい円石というコース特性にこの硬質なフロントウィングが逆にあだになって、コーナリング中にフロントウィングが折れたために、タンブレロコーナーでクラッシュしたゲルハルトベルガーのマシンが炎上。 ベルガーは火傷多い自戦を欠場した。この事故では、モノコックの両側に張り出した燃料タンクの設計が問題視され、翌年に向けて寸法が規制されることになった。この年も、マクラーレンの優位は続いたが、マンセルは中盤戦から連続して表彰台を獲得し、ハンガリー GP では予選12番手から優勝した。 ポルトガル GP では640がマクラーレンをしのぐ、速さを見せ、ベルガーが優勝したが、マンセルは、国旗失格後も走行を続け、アイルトンセナを道連れにクラッシュした。この年は3勝したものの乾燥率の低さが影響し、コンストラクターズランキングでは2勝のウィリアムズに次ぐ3位となった。1989フェラーリ 640F1、イメージ図。 スペシフィケーションズインフォメーション。ULTIMATECARPAGE.com2010 年8月23日閲覧。トーションバーを採用した F1 マシンの前例としては、メルセデスベンツ W196 や、ロータス72がある。従来のマシンでは、ギアボックスの側面にケージを組み、ショックユニットを立ててレイアウトするのが常識だった。 それまでは重量物であるショックユニットは低くレイアウトした方が良いと考えられていた ABCD 最新技術を備えたフェラーリ640その設計には天才ゆえの古い手法もジョン・バーナードインタビュー中編オートスポーツ2019年4月3日ありがとうございます